3080g、平田さん、おめでとうございます。第5位、日本3410g、中西さん、おめでとうございます。はい、続きまして第4位です。リミットメイクですね、3本 4600g、 葛西さん、おめでとうございます。はい、続きまして第3位です。まず日本ですね、日本で 4810g、 久保田さん、おめでとうございます。第2位ですね、ここから5キロ乗りましたね、3本 5040g、 西堀さん、おめでとうございます。またやんけ、こいつするなって言ったのに。はい、それではチャプタービアコ第2戦、カスタムシート .jp カップ流行る優勝です。3本 6940g、 西堀さん、おめでとうございます。そしたらまた戻った。おお。はい、ありがとうございます。そうですか。でももうダッシュのアンド行ったら、まあ、人が空いて、比較的空いてて、数本見つけて、はい。で三本目が。ないぐらいの2分ぐらいつけたんですけど、はい、それ積むのもなと思って、はい、探しに行ったら北風吹いてしまって、あから見えずで体が、うん、結果論としては釣ってたらもうちょっと上に、まあまあまあ、だけど、まあそれは、はい、もうその、はい、なんかそこ出たなんかルアーとか教えても、ヘビーダウン、ヘビーダウン、はい、ミニムジャック、はい、もうちっちゃいやつ、ちっちゃいやつで、あとジョイプロで、はい、それを交互に、あ、ちょっと怒らす感じで、で最後靴使わすっていう感じで、はい、もうそれですか、はい、はい、それだけ。次回もそれ強しそうです。次回も無理、まあね、タイミングがあったので、はい、行きますか、はい、はい、はい、ありがとうございます。大きな拍手お願いします。葛西さん、リミットメイクされましたね今日。ちなみに何本釣られました今日は。4本、4本、はい、はい、どういう釣りで今日は。いや、一緒で、見つけてた魚を釣って回るという、はい、まあまああまりにね、いいことじゃないですけど、まあまあトーナメントですので、はい、はい、これはもうプラスの間に機能とかね探して、そうですね、ある程度は見て、はい、ついてるなっていうのだけ確認して、はい、今日行ったんですけど、最初ちょっと誰もいてなかったんで、はい、ちょっと油断してちょっと魚が多い方、でかいやつがいてる方へ、はい、ちょっとパッチとか行くね、出たって、はい、結局なんで、あっ、もう釣ろうと思って撮ってみたら、クリスさんが入ってあって入られてると思うんでしゃあないなと思って、うろうろしてたら、まあ、クリスさんちょっと移動されたんで、ここでポンポンポンとペペペペペンと釣らはったら言うてはりますけど、タイミングです、タイミングですか、タイミングです、はい、はい、キッカーバグファットベイビーの、はい、2分の1オンスのヘビダン、ヘビダン、はい、はい、もうそのエリアで4本、そうです、4本、はい、もう、はい、時間帯はどれぐらい揃った、
いや、多分そそるのが多分1時間もかかってない。ほな、まあ、はい、その、まあ、午前中そこそこ。そうですね、はい。でも、風向き変わってからもう全然。ちょっと大きいって、ちょっとでかいのを探しにとか行ったんですけど、結局、何も。はい。やっぱり見つけてたのが功を奏したんですね。やっぱり練習あるのもね。はい、ありがとうございます。大きな拍手お願いします。ですけどね、4800まで行きました。いい魚でしたね。いい魚でした。はい、どんな釣りで。沈み物ですね。沈み物に魚がついてそうな沈み物を、まあ、探しておいて、そこ回って行った感じです。これはもうなんか見つけたはずだったんですか。そうですね、この辺にいそうだなってのは思ってたんですけど、はい、まあ、本当に入りたかった場所今日は実は入れなくて、あとから入ったら昨日はそこにいたんですけど、今日は入れなくて、はい、別の同じようなところに入って、はい、ちなみに釣ったあのリグとかは何になるの。ヘビなんですけど、ヘビなんですか。また5インチのヘビなんです。はい、もうほなもうバイトはもうちょっとあったんですかね。バイトで言うともっとありました。あの3本ぐらいです。あ、ミスってたの。あ、ま、悔やまれます ね隣の行けたら行かないのって顔されましたけど、はい、ね、なかなかやっぱあれですね、まあ、少し、まあ、あれですね、あのネスト系になるんですね。はい、まあ、どんだけそれが、まあ、見つけて拾えるかっていうのがこの時期のね、釣りになると思いますけど、はい、また次回頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、西森さんですね。この3本立派な魚を揃えてくれまして、5キロ超えましたね。はい、はい、お疲れ様でした。今日はメインはボトムなんですけど、はい、1本目だけプラで見つけてたやつをサイトで、はい、取って、あとは、アクティバ沖のハードボトム、はい、で、2本目がバット先行のサインというエゴの、はい、キャロラインで、最後が、そのハードモクンのちょっと回遊してたメスだと思うんですけど、を、トルキーストレートのネコリスでついた感じです。3本釣り切り。そうです、はい。バイトも3本バイト、もうちょっとあれしたら4バイトだったかもしれない。あ、それでもそんなに多くないなんかしっかり取れたっていう、はい。でも、あの、その回遊とか、は裏で感触掴んでた。まあ、昨日、なんとなく終わる1時間ぐらいにいいかなぐらいです。昨日、バック打っちゃいました。バックでした。もう負けずに、それでも。そうです。さすがですね。僕らすぐ帰りますもん。すごいですね。もう、まあ、それも、それそんな感じで回ってくるなっていうのも含めて、経験上。経験上っていうか、昨日、ずっと見てる感じだとぐるぐるとか回ってるやつがいたので、まあ、それ取れたらいいなぐらいの感じで、はい、昨日もバイト数はちょこちょこあった。そう、昨日は2バイト数、2バイトなので、まあ、明日なんとか来てくれたらなっていうので置いといたので、そうですね、放送しましたね。はい、美味しい肉送りますので、はい、ありがとうございます、はい、皆さん食べてください、はい、はい、大きな拍手お願いします。はい、もう3本ですね、打ち切りです。6940まで行きました。トヨさん、いろいろもうみんなに教えたってもうあんまり教えることないですけどねとりあえずお疲れ様でした。ありがとうございます。久々すぎて、はい、なんか今回勝ったらちょっと泣いてしまうんちゃうかと思ってたんですけど大丈夫でした大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。はい、はい、ほな大きな拍手お願いします。